今回はレゼルバ予約システムの機能の一つ複数休憩時間の設定方法についてご説明しますレゼルバ予約システムでは間を空けて営業時間を設定することで予約を受け付けない時間を作ることができます例えば営業時間を8時から12時13時から17時18時から21時のように設定すれば12時から13時17時から18時が休憩時間となります レゼルバ予約システムは複数休憩時間設定がゴールドプラン以上でご利用いただけます。またこちらはサービス提供タイプ、スタッフ指名あり、スタッフ指名なしでそれぞれご利用いただけます。複数休憩時間設定に関する詳しい説明や実際の導入事例は概要欄にあるレゼルバデジタルの解説記事からご覧ください。それではこれからレゼルバ予約システムの複数休憩時間設定についてご説明します。 管理画面の設定マークの基本設定からビジネス基本情報登録を選択します。営業日情報に移動し複数休憩時間を設定したい曜日の編集ボタンをクリックします。営業時間を選択します。休憩時間ができるように営業時間を設定します。 他の曜日についても同様に設定を行えば複数休憩時間の設定は完了です。プランの変更は管理画面の上にあるプラン変更のページから行うことができます。ご不明な点がございましたらレゼルバサポートセンターまでお気軽にお申し付けください。以上が複数休憩時間の解説でした。